寝る前にお話一つしてあげますよ。リップ・ヴァン・ウィンクルの話って知ってます？いい名前でしょ、リップ・ヴァン・ウィンクル。彼がね、山へ狩りに行ったんですよ。山へ狩りに。そこでね、小人に会ったんです。なんていう名前の小人だったか忘れましたけどね、ずいぶん昔の話だから。とにかくその恋人に会って、ウィンクルはお酒をごちそうになったんですよ。そのお酒があまりにも美味しくて、どんどん酔ってしまったんです。そして夢を見たんです。眠りに落ちて夢を見たんです。寒いですか？寒いんでしょ。その夢はね、どんな狩りでも許されるという素晴らしい夢だったんです。ところがその夢がクライマックスに達した頃、惜しいことに目が覚めてしまったんですよ。辺りを見回すと小人はもういなかった。森の様子も少し変わってた。ウィンクルは慌てて妻に会うために村へ戻ったんです。ところが妻はとっくの昔に死んでたんですよ。村の様子も全然変わってましてね。わかります？つまり ウィンクルが一眠りしてる間に、何十年もの歳月が経っていたんです。面白いでしょう。あんたには初めから妻なんかいなかったじゃないか。僕の話をしてるわけじゃないでしょう。リップ・ヴァン・ウィンクルの話をしてるんですよ。リップ・ヴァン・ウィンクル、恋人になんていう名前を、酒をもらったんだ。できれば俺も飲んでみたいな。覚えてます。ラム、クワントロ、それにレモンジュースを少々シェイクするんです。わかりますか？酒だ。
だついてる。寝ますか。面白かったでしょ。僕も疲れちゃった。寝ましょう。